こんだけの量積み重ねましたよ、今日は。最高っすね。あ、どうも、秀和です。うわぁ、このすっごい荒れた、まだ。まだまだこれ荒れてんですよ。すごい。こいつをちょっと今日は片付けていきたいと思います。ちょっとノコギリをどこか忘れちゃってどうしよう。この山の中にノコギリ忘れちゃった。今から探します。いやー、もうコツ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 やりましたよ。積み上げましたよ。ここまで来ました。積み上げてもまだこんなにあるんですけどね。頑張ります。休憩です。いやー、結構運びましたね今日は。いや、ほんとね、この竹手応えあるわ。あのラスボス張りにすごい。でもね、この竹片付けてるうちやっぱすごい気持ちいいんですよね。何なんでしょうね、この達成感っていうか。これやった人しか多分分かんない、やったことっていうかほとんど誰もやらないと思うんですけど、でもこれ綺麗になったらあの人呼びたいなと本当に心の底から思ってます。またでもちょっと続きやります。頑張ります。いや、こんな感じでまあまあ綺麗になりましたね。まだこうちょっと竹折れてんのもあるんですけど、ちょっと折れてるやつノコギリないんでちょっと無理ですね。どうしよう、ノコギリ調達かわ。これまだちょっと曲がってる竹とかもこうあるんですけど、これあとノコギリで処分すればっていうか、ノコギリでやればあと大丈夫でしょう。やった、綺麗になった。いやー、こんだけの量積み重ねましたよ今日は。最高っすね。はいはい、綺麗になりました。それでは今日も竹の整理をしていきたいと思います。今日は天気が少し曇りなのですごく作業しやすいかなと思います。ただあの作業する前なんですけど、やっぱりこれすごいですよね。これ竹の子いっぱい生えてきちゃったんですよ。ほら、こんな感じでこのタケノコを取っていきたいと思います。いや、今年タケノコ後半から尻上がりにすごいですね。さあ、それではタケヤブに突入していきます。結構ね、あのだんだん綺麗になってきてるんですよ、ここの竹やぶ。あんだけこうひどかったんですけど、こうやれば気持ちよくなるもんですね。少しずつなんですけど綺麗になってきてます。わ、この竹たくさんまとめましたね。これもやりました。さあ、今日は竹、ここにあるこのクロスされてる竹、これを片付けていきます。ただこれ片付けるのにこの前こいつを忘れたんですよね。これ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 、ノコギリですね、ノコギリ。今回これがあるのでこれでやっていきます。ノコギリうちにありました。残念。
感じで綺麗になってます。イエイ。竹切る時のこのノコギリなんですけど、結構竹切り専用のノコギリ売ってるんですけど、値段も高いんですよね。これ木材もカットできる一般的なノコギリなんですけど、これでも十分大丈夫ですね。何よりうち竹だけじゃなくていろんな木も切ったりしないといけないので、やっぱりこれ一番重宝するなと思いますね。いや、この放置竹林ってすごいですね。竹がもう密集しすぎてるんですよね。だからこれ全然竹腐れるっていうんですか、なんか朽ち果ててもこれ倒れないでそのまま残っちゃうから、どんどん密集していくんですよね。やっぱり次はこれ間引かないといけないな。いや、どんどん綺麗になっていくので楽しいですよね。おー、すごい。なんかもう曲がったやつがほとんどない。いやー、頑張りました。ただですよ、ただちょっとこれだけどうしようかと思うやつがあるんですね。この曲がった杉の木、これちょっと曲がってんですよ。ずーっと腐ってるんですけどね、チェーンソーかなと思ってるんですけど、ちょっと考えます。さあ、あと休憩しよう。終わりました。自家製の甘酒で休憩したいと思います。